記念病院へはこちらの便利です。どうもやっぱ気づきめた時間制30分がありましたからね。The next stop is 中央図書館前。私が撮影可能だということでだったと思ったシーンがね映ってかない可能性があります。新型の、ね、電車で改めて、ね、紹介いたします。新型のバリアフリーです。中央図書館前でございます。降りる方はご相談です。優先席に座ってますけいつも市電をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は内回りを循環します。次は石山通りでございます。日曜診療も行っています。北洋銀行となり田村歯科クリニックおよび胃腸の検査から生活習慣病まで千葉内科、腸活内科へはこちらが便利です。通りの方は車に十分ご注意願います。 The next stop is 石山通り。前後の高床部もご利用願います。東高ストアですね。石山通りでございます。次は東屯田通りでございます。黄色の電車ですね。お肉と手作り惣菜の店肉の宮崎へはこちらで降りられると便利です。日常の部屋から交通事故治療山は綺麗です。山原南整骨院へはこちらが便利です。 The next stop is 東屯田通り。前後の高床部もご利用願います。豚の穴です。じゃあこのような感じでしたね。どうもね動画ね途切れたようなんでね M の101型ねカーブのところで撮影したいと思います。途中でね折り返します。じゃあ動画ここまでといたします。